まもなんや、ようわからんけど、なんやここ。え、ラジオ？ラジオってなんやねんな、ほんま。などこかわからんけんども、あんさんがもう、喋っとるラジオいうやつに呼ばれましてやわ。ほんま、人づか荒いよってにも、またおかしなこと、企んでるんちゃいますやろかいな、ほんま。しゃあないわ。ほんな、行きまひょか。あんです。いつもとは違う始まり方でしたが、びっくりしましたか？ついに、この日が、やってまいりました。カズエバーサスメイコの、場外乱闘、本日はなんとドラマごちそうさんで、いけずな小獣刀を演じて大人気の木村みどり子さんご出演くださいます。ついに実現したっていうことで今日はちょっとドキドキしてるんですけれども、小獣刀の和江さん、最初のインパクトたるや凄まじいものでしたけれども、やっぱりこうどんどん素顔が明らかになっていくにつれ、和江さん幸せになってほしいわっていう感じで、その後もちょくちょくメイコたちの前にお顔を見せてくださる機会もありましたが、まだまだごちそうさん、そして和江さん出てきますよということで、今週は今までを振り返りつつ、いろいろなプライベートのお話も、伺ってみたいと思います。和江さん、そしてみどり子さん、2人はですね、本当に全く違う印象で、まあ、もしかしたらラジオを聴きの方もそのギャップにびっくりされるかと思うんですけれども、でもそのギャップが本当に素敵で、今日もお話が合うのが楽しみです。ということで、まあ、場外乱闘と言いつつ仲良く明るく場外乱闘していきたいと思います。よろしくお願いします。アンのエニタイムアンダンテ、まずはこの曲から、パッドベネターで。アンさん、これ何ですの？いや、これ何してはるんですか、こんなところで。あんさん、これには訳があってですね。訳って何やの、何の訳やの、言い訳なんな。あのお姉さん、今日来ていただいて大変嬉しいんです。こんな芝居めいた挨拶にも付き合っていただいてなんかお芝居もわてようしませんがな、何ですの、はい、あんさん、まあ、お姉さんというかみどり子さんというか、もう今日本当にありがとうございます。いやいやいや、まあね、はい、落ち着いていきましょうか。皆さんびっくりしておりますからアンのエニータイムアンダンテ、本日のゲストはドラマごちそうさんで、私演じるメイコの嫁ぎ先、西門家の長女、和江さんを演じていらっしゃる木村みどり子さんです。改めてよろしくお願いします。こんにちは、脅かしてすみません。皆さんよろしくお願いいたしますみんな待ってましたっていうような、本当に前々からいらしてくださらないかなみたいなことをラジオで言ってたので、うん、嬉しいですね、本当。はい、消してはる人も大丈夫ですね、はい、よろしくお願いします。今日は穏やかに行かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしま す。なんか普段の撮影の現場でお会いしてるから、なんかちょっとこう私服で、ね、役の紛争じゃなくて、うん、東京でしかも会うっていうのがちょっと不思議な感じが、ね、うん、不思議、こんなところにこのなんか癒し系の素敵なラジオにこんないけずなお姉さんがやってこれるとは思いませんでしたけど、ね、でも和江さん、昨年の放送の途中で嫁、いで行かれて、それから先日久しぶりにカムバックしてというような感じで、みんなの心の中に強烈に焼き付いた和江というキャラクターなんですけれども、怖かったね最初の方ね、やっぱり、はい、周りの方からの反響とかっていかがでしたか？私のことを知ってもらってる友達とか、はい、劇団時代の人たちとかね、はみんな喜んでました。楽しかった、楽しいとかって言って。で最初はなんか放送始まってしばらくはちょっと強烈だったでしょ、いじめが。うん、そうです。あの間はね、なんかシーンとしましたね。なんかもっと始まってすぐに何やってんねんとか電話があったりとかメールが来るかなと思ったけど、何の音沙汰もなくて、みんなあれと思って、始まってるのになと思ってちょっとドキッとしたんだけど、しばらくしてから途中ぐらいから、あ、面白いんちゃうって言って、楽しいなとかっていう風に連絡を受けて、あ、ちょっと安心したかなっていう。最初みんなちょっと怖かったのかどうしたもんかなって、どういうコメントをしたらいいのかなって分かりにくかったんじゃないかなと、どういう展開になっていくのかなとか、ね、もう次の週初登場されてから、もう次の次の週ぐらいにはもうほっかむりして変装してとか、なんかこういけずに、ただのいけずじゃなくて、こうお金も体力もいろいろ何でもやってるっていうのが、ね、逆に面白いって
あの最初の方がそれより先だったかあったとか忘れちゃったけど、第8車でこう、あ、そうです ね、 ね、なんかメイクの荷物を全部あのどっかに持っていくっていう、はい、あのシーンが出てきた時に、あのあるプロデューサーがね、あの私の知り合いのプロデューサーが、あ、正しい木村の使い方ですっていうのがやっと分かってホッとしたって言ってました。それまでちょっとうわ怖い人でずっと出てきて、めいこちゃんがいじめられてかわいそうやなって思って、痛い、胸が痛いまま見とかなきゃいけないのかなと思ったけど、あ、こういう展開なのかなってホッとしたっていう。ああやってあの全力で汗をかきながら演奏するっていうのが面白いですよ。なんか可愛らしいというか、そう、あ、まあバカなんだなって、あのあとゆあのゆうたろうとめいこちゃんのセリフで笑うところがあって、アホやなってあのシーンがあって、ちょっとあ笑っていいんだなって、みんな見てる人が安心できたんじゃないか。うまいこと仕掛けられてるんですよ本がね。これがまた、ね、本当に悪い人はいないっていう感じですよね。まあ、ちょっと詐欺をね、あのした仕掛けた人なんかはちょっと本当の悪人なみたいな感じもしますけれども、え、あのあれ安西先生、あの人かわいそうね。うん、もう一回出てくればいいのに、ね、えあの人が一番かわいそう。もう必要がないぐらい悪く書かれてそう。でもこの間ね、この間っていうか去年、あの安西先生からメールもらって、直後にだま、はい、しがあって、はい、あの振られてなんかボロボロになるでしょ最後、はい、その後メールが来たの安西先生、はい、本当に和江さんごめんなっつって、よかった幸せになってくれよって、自分見ながらもう自分が悪者になってしまったことがなんか辛くてしょうがなくなったみたいで、何ハマって見てはるんですかって言ってメール返したんですけど、演じてるのに分かってるのに見てしまうっていう、いやいや、びっくりしたでしょ。でもあの最初にほら幸せなあのお家のシーンがずっとあって、美味しいもの食べて幸せに暮らしてきた芽衣子さんが、はい、関西とついでいきなりこう分かっててもこう人に罵倒されるっていうのはあんちゃん自体はないでしょ。だっていや、あそこまではさすがにないですし、やっぱりあの時代に大阪に嫁ぐってことはもう味方もいないですし、うん、心細かったんだなって、うんうん、ねえ、うん、びっくりしなかった。こんな親ほど年離れたおばさんに芝居といえどさなって言われるのって、私だって本気でやってたからね、もう、うん、そうです、もう眠いて汗だらけだったんでしょでも結構なんか最初の地雷の踏み方がメイクも的確にやって、なんかこう、うん、あ、なんか桜餅手づかみで食べてるよみたいな3つか4つ食べましたけど、食べましたねやっぱりあの最初にやらかしたなって自覚があのもうメイコじゃなくてアンの中ではあったから、いやちょっとまあしょうがない部分もあるよななんて思いながら、あ、なるほどなるほど、まあ、和江さんに関する話また後ほどあのいろいろお伺いしたいと思うんですけれども、はい、実はこれ初共演ではないんですよね私たち。そうなんですね、驚いたことに。最初は、サムライハイスクール、うん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 、で主人公のあの小太郎を演じる三浦春馬くんのお母様の役で緑子さん、そうそうそう、でさらにその後、猫弁、うん、ま、あの去年もシリーズ化されて第2弾出ましたけれども、ね、うん、あのでもこれだけ一緒にこう同じシーンで言葉を交わすっていうのはごちそうさんが、うん、初めてでした、ね、大体その前の2作はあれでしょ、同じシーンにもいなかったことないですか。いなかったから、あの本読みとか、うん、あと打ち上げとか、そうそう ね、 ね、それね、なんかはーって遠くから眺めてた。あ、遠くってことないけど綺麗な人だなと思って、なんかこう世界が違うわっていう感じだった。私あんちゃん見て、ね、そうですか、素敵な人だなと思って、こうやって遠目でこう壁に隠れて見てるみたいな感じだったなんかどれも本当になんか緑子さん演じるキャラクターが全然違うキャラクターだったので、猫弁の時も髪型もこうおかっぱですごく明るいけれども、なんかちょっと子供を亡くしたっていう過去を持ってるのをこう明るく見せて、あれカツラ持ってったんです。あ、こんな、持参なんですか、あれ、はい、こんなカツラかぶりたいんですとかって言って持ってたら用意してくれたのかな、それに近いやつを。へ、うん、結構こういう髪型で行こうかなっていうのはもう割と持って行ったりすることってあるんですか。うん、ある、時々あります。あの、この間映画でしょうと思ってたらそれ採用されて、まあ、あの採用され、地毛の方が絶対いいに決まってると思うから、うんうん、と思うんだけども、私はこんなイメージ持ってましたみたいな感じで持っていくことはあります、うんうん、
の和江さんのキャラクターについては何かこうしようああしようって言ったことってあったんですか。まあ森下さんの台本やっぱりイメージしやすいぐらいはっきりキャラクターがもう細かく伏線から後に至るまで書かれてるから、はい、自分でどうこうしようというよりは脚本に書かれてることになんとか忠実にっていうか、うん、森下さんが伝えたいことをなんとかこうできればいいなと思って頑張ってた感じだったけど、うん、でも本当に脚本のなんか文字の力がすごい、うん、なんか毎回台本読んで泣いちゃうんですよね。泣きますね。あの仕事中というか朝現場に来て新しい台本もらってもちょっと帰るまで読まないで撮っとこう、うん、もうちょっとメイク崩れちゃうからみたいな、うん、でみんな続々昼休みとかに見てなんかティッシュ取りにメイクルみたいな感じでだから読んじゃダメだってば今みたいな話を本当に私もすごい何度も泣いた。本でなかなかあんまり泣くことも少ないよね。そう、特にあの来週の台本もらった時、私ちょっと1週間ぐらい、あの1週間というか、まあ本当はその台本に製本される前のものをもらうかもらわないかって言われたんですけど、ちょっともういいですって言って、なんか心があまだ準備ができてないから、準備ができてないんでもうちょっとごめんなさいって言ってもやっぱり読んで号泣みたいな。うわちょっと私まだそれ読んでないから楽しみにしておきます。アンのエニータイムアンダンテ、今日は朝の連続テレビ小説ごちそうさんで義理の姉和江を演じていらっしゃる木村みどり子さんをお迎えしております。よろしくお願いします。毎回あの街角インタビューというものをやっているんですけれども、本日はみどり子さんにいらしていただいているということで、街角インタビューのテーマ怖い木村みどり子さんがしていそうなことを、ま、あのちょっと和江さんの影響もここ最近あるかと思うんですけれど、うん、はい、みんながどんな印象を持っていて、それが、まあ、合ってるか合っていないかということをちょっと一つ一つ聞いていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは聞いてみましょう。埼玉に住んでる美穂です。20代です。たかしです。20代です。ペット飼ってるか分かんないですけど犬の散歩はしてそうですねそうかもそうかも、それはいいかもすごい優しそう。あ、料理この写真だとしなそうに見える。しなそうに見える。本当するのかな。なのかな。分かんないけど。お酒飲みそう。あ、飲みそう飲みそう。お酒好きそう。つまみが似合う。日本酒。日本酒。日本酒っぽい。ごちそうさん面白いです。みどり子さんじゃなくて和江さんは怖いけど面白いのでこれからも見ます。アンさんのラジオもたまに聞いてます。頑張ってください。頑張ってください。あ、面白いね。みんななんか好き放題。ね、本当にありがとうございます。この写真見て料理しなさそうって言ってた。どの写真見たんでしょうね。本当それが知りたいわ。しかも和江さん見てるんだったら和江さんはもう料理 のプロ級の腕前なんですけど、ね、私の顔はしなさそうなんだねどんなまあまあしないけどね。あ、しますよ、しますけどざっとしてるすごくあ、でもお酒はまあお酒は飲みます。ワインとか大好きですね。まだ私たちお酒飲めてないんですよ ねなんだかね、飲もう飲もうと言いながら、うん、一度と言わず、いや本当、うん、ちゃんと飲んでみたい。なんか取り乱しそうでちょっとね。いや、もう見られて、今はやめといた方がいいと思うんだよねいやでもごちそうさん終わった後はもう私が取り乱しそうですねむしろなんか取り乱すこととかあるの？あんちゃんこう飲んで酔っ払うとか。いや、でもありますよ。あ、本当？楽しく